政府は新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言について期限を当初決めていた来月6日から1ヶ月程度延長する方向で調整に入りました。 安倍総理大臣は参議院予算委員会で新型コロナウイルスをめぐる現状について厳しいと述べましたこうした状況を踏まえ政府は緊急事態の宣言期間を1ヶ月程度延長する方向で調整に入り引き続き全国を対象とする案が軸になっています政府は明日の専門家会議で意見を聞いた上で宣言の期限よりも前の来月4日にも延長を決定する方向です 緊急事態宣言をめぐっては、全国知事会などから延長を求める声が相次いでいました。うん、こうした中、東京都では今日新型コロナウイルスの感染者が新たに46人確認されたことが、東京都の関係者への取材で分かりました。昨日は47人の感染が判明して、2日連続で50人を下回りました。 これで都内の累計の感染者数は4152人となりました。